これもランボルギーニなんですね。そうですね、ランボルギーニのウルスという車両です。ああ、スーパーか。ランボルギーニ。でかいね。うん。いった。ランボルギーニの SUV。ランボルギーニにこんな SUV があるとはね、知らんかったな。キャリカーのデカさが半端ないな。これいくらするんだろう。1億円ぐらいするのかな。1億円で買えるのかどうか。写真撮ってます。もうやっぱ4本出しじゃないのか。2本出しのマフラー、2本出しマフラー。まあ中は思ったより狭いな。狭い、蚊が狭い。ちょっと高すぎて荷物積みにくそうだな。あ、一応4本出しか。こっちにもマフラーがあるの、さっき見えんかった。マフラーがこの角度だとなんかマフラー向こう見えんけどね。なんだろうな、これナットが、ナットなのかボルトなのかわからんけど、六角じゃないな、六角じゃない。このインパネが寝てる感じな。まさしくスーパーカー。イタリア。ボルジー。ボルジーニーラブス。ダウス。